国道438号は、徳島県徳島市から、香川県坂出市に至る一般国道。徳島市の元町交差点にある歩道橋から見た、国道438号飛び山、JR 徳島駅前の県道から続くワシントン屋市、並木は、読売新聞社選定の、新、日本街路樹百100系に選定されている、美馬鶴木町一重送平坂井出市。 河津町徳島県徳島市の徳島本町交差点から四国山地に向かって精神して上山町県山を経由し剣山から新道を北に変えて徳島平野西部の剣町から佐抜山脈を越え香川県坂出市に至る一般国道の路線である路線の総延長は約1 7 0キロメートル山岳地帯は細い道路が続いており 四国の国道439号と同様に、いわゆる国民地区間が存在することが知られている。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過地は次の通り徳島、香川県境の三島峠は、早くからあは佐抜き両国の人の往来が盛んで、代表的なコンピラ街道の一つでもあったが、自動車道路としての整備は遅れていた。しかし、 1997年に全長2648メートルの山東トンネルが開通し、交通事情は劇的に改善した。三好市東、伊谷菅尾国道439号との分岐点起点の徳島市の本町交差点から徳島駅前の元町交差点まで国道192号と重複区間。単独区間は元町交差点から始まり、正面に微山と 阿波踊り会館を望む徳島駅前の目抜き通りは、新町橋通りという愛称がついている。徳島市中心部は、一部四車線、電線類地中間、高機能舗装など、道路整備も行き渡っており、また、朝夕は渋滞のひどい区間でもある。佐奈子村より、四国山地を進む山間部の道路で、上山頂上分までは、不能バイパスなどにより道路改良されているが、 河合峠や美濃越など峠を中心に境外で自動車のすれ違い困難な区間が増える。美濃越の県山登山口を過ぎたところで起点から重複していた国道439号との分岐点から北上して鶴見町を経て吉野川を渡り徳島、香川県境の三島,三島峠を三島トンネルで抜けていく。見町市街郊外から三島トンネルまでの区間は自衛隊員が 土木工事を受諾して、訓練を兼ねて整備した道で、別所自衛隊道路の石中が立つ。香川県内の大部分の区間は、平坦な道が続いており、境で市内は4車線化されている。河津交差点で、国道11号と香川県道19号坂、出港線に接続して、国道438号は終わる。四国山地を走る神山町剣町間と、 佐抜山脈南陸の徳島県道12号、鳴門池田線方点徳島、香川県境の区間は急勾配が長距離に渡って続く国道として知られる。日本百名山の剣山、剣山スキー場に向かう唯一の道路であり、交通量は多い。徳島県懲取見のこ市は、冬季閉鎖される。剣町の吉野川以北の区間は、徳島市から琴平に向かう最短ルートであり、 2車線以上が確保されている。新布納トンネル橋梁トンネル上記2つのトンネルは、防災訓練がありその時は通行止めになる。以上の9つのみ道の駅道の駅こと並み付近。ありがとうございます。